大谷地点くすみ書房は、かつて存在した北海道札幌市の書店。創業は1946年9月。1958年4月には、経営企業として株式会社、九十書房が設立した。所在地は、札幌市西区ことに2条7丁目にの5で、商店街の一等地だった。1999年、創業者である父の後を継いで、 クスミクニハルが二代目社長に就任する。しかしこの年、札幌市営地下鉄東西線の終点が、琴似駅から宮の沢駅まで延伸され、それに伴って繁華街も、琴似から移動したため、集客力が低下。書籍のインターネット通信販売の普及という自重も、相まって、経営危機に陥った。そこで2003年、なぜだ売れない文庫フェアと名打ち。 良質だが手に取られることの少ない本を主題とした企画を実施し、このユニークな取り組みがマスコミからの注目を集めたために売り上げが回復した。この試みは国際キリスト教大学図書館の誰も借りてくれない本、フェアをはじめ全国の図書館で追随企画を生んだ。その後も中学生はこれを読め、フェアを実施したり、2005年には 店舗の地下にブックカフェを開設するなど、独自の活動を精力的に続けた。2009年には、厚別区大谷地に店舗を移転し、大谷地駅直結、加去、大谷地の一角で新規巻き直しを図る。それでも、出版不況下での経営は厳しく、2015年6月21日をもって閉店し、同年6月29日に、札幌地方裁判所から、 破産手続き開始決定を受けた。撤退後の跡地には、レストラン、サイゼリアと、桑沢リフォームセンターが入居している。くすみ処房は2016年4月8日に、法人格が消滅した。くすみ国春は、書店再開を模索していたが、2017年8月28日に、肺がんのため死去した。一周期となる2018年8月28日に、 生前の手記をもとにした、奇跡の本屋を作りたいくすみ書房の親父が残したものが、三島社より刊行された。ABCDEFG 東京商工リサーチ、九十書房成功マートことに二条店店舗検索。株式会社セコマ。2019年5月9日閲覧。くすみ国春。1951年から2017年。札幌西高等学校。 立教大学経済学部卒業。ABCDEF、愛席、くすみくにはるさん、北海道新聞2017年10月28日、有観合目 ICU 図書館、誰も借りてくれない本、フェアが話題7月19日には1日限定で、一般公開も、フロアガイド、キャポ大谷地。2019年5月9日閲覧。 株式会社九十処房国税庁法人番号、公表サイト、北海道くすみ処房元社長のくすみ国春さん死去。朝日新聞。https、w w w a s a h i c o m articles、ask8y4jb5k8i プレ一1、ボルト HTML2019 年5月9日、閲覧。クオリティ第52巻第10号、対応。 2017年10月1日162ページくすみ処方に関するカテゴリーありがとうございます。